久々にやってまいりましたピックアッププレイ久しぶりということなんですけど、後半戦開幕戦ということで、たまたまでサヌキとの対決となりました。選手としてはすごい難しいじゃん。1ヶ月半も空いて試合するってもう新しいシーズン始まるぐらいの感じじゃん。よかった、とにかくね、本当によよかったよねっていう中で、たまたまあるサヌキ戦からそれぞれピックアッププレーをやっていきたいと思います。じゃあかっちゃん、やったことないので、はい、メンバー発表お願いします。ゴールキーパーから大西翔吾、ホゲイツ、クイウェズレイ、はい、ヘンリーオサム、はい、バクトっぽくなってる、ナモリ、はい、中原、はい、田辺、はい、竹本、はい、竹本な、五稜ここだけなんで違う、お前、おい笑ったらダメだろ、お前が、たくま、そのだ、たくま、たくま、たくま、米沢レイ、米沢米沢、勢い半端ないな、お前。サブ、白坂、はい、藤原、はい、江藤、はい、秋山、はい、島津、お帰りなさいませ、お殿様。成明子じゃないからやめろ。山谷くん、はい、なんで山谷くんだけくんついたの。茅沼くん、茅沼、ありがとうございます。以上がたまたまあるサヌキ戦明治安田生命 J3 リーグ第16節のメンバーとなりました。それではもう早速ピックアッププレー行ってみましょう。こちら、水本セレクト。前半5分、中原俊斗選手シュートブロック。これ渋かったな。これはマジで渋いっしょ。これは渋い。久しぶりの試合で、多分前半も特に最初の立ち上がり結構硬くて、で相手に持たれる回数が多い中で、まあ失点をゼロに抑えていきたいっていう時に、やっぱこのシュートブロックで枠に飛ばせなかったシュートの魂っていうのが感じられたシーンですかね。万里の頂上ディフェンスやなこれじゃあ見ていきましょう。これですよね。こっからよう踏み替えたよね。ステップ、いやこれマジでよう当てたよね。うん、この後ようステップ踏み替えたよな。このいやこれアジリティがもう練習で生きてきてるし、うん、この1個2個のこの後これいやこの頑張りが1、2のステップ、素晴らしいね。この後よ、この後よ、このステップ、ずっとステップ、ゾクゾクするぜ。要素あったな最初触ってないかなと思って、よくよく見たらちょっと触ってたからさ。触ってた、ね、素晴らしいね。はい、じゃあ続きまして、前半27分、園田拓磨選手、ホゲイツ選手、ナイス連携と。これ谷口セレクトですね。これはね、園田のポストプレーがやっぱ良かったよね、この試合。結構背負えてましたよね。うん、腕の使い方もうまかったし、すげえボールキープできてるなと思って。この中断期間筋トレばっかしてたんちゃう、こいつ。もしかしたらそれお前だろ。お前、あ、俺やわ。いやそれ言わせたいだけやわ。俺やわ。けどほんまちょっといいプレーでした。見てください、どうぞ。タンパン、こちらのプレーどうぞ。ポゲッチのパス、ここ耐えんのやっぱいいよね。ここに2人がいます。でコースを外に取って、ポゲッチ発射の確認して、これ1個のプレーで3枚剥がしますからね、ポゲッチ2人で、ね、これやっぱこれ耐えれ、タクマここやっぱ耐えれたら大きいよね。これパスとかもうまいよね。うまい、またじゃないのこれ。またまた、ね、いやこれ難しいよ。そう、引っ張られて、やっぱタクマのこういう強さあるよね。こう腕使ってある相手の、こういうとこ大事。たくまこれからマジでもっとどんどん成長するなって見えたワンプレーでしたね。ああなるほどね、ありがとうございます。うん、耐えて耐えて耐えて、でコースちょっと変えてパスですからね。やっぱこの手の使い方がなんかディフェンスからしたら嫌だよね、うん、ああなるほどね、うん、ありがとうございます。はいはい、それでは次も谷口くんのピックアップですね。前半29分、ゴリオ純喜選手、とにかく当たり魂のディフェンスと。はい、もう純喜の気持ちがもう思いっきり見えたプレーでした。純喜と連絡取りすぎて、心の声まで全部聞こえるようになってんすよ。画面越しからもう全部聞こえるようになってます今。
今回皆さんのためにちょっと解説してあげますわ、純喜の心の声を。あ、心の声を伊沢が代弁して、もうそのタイミングで喋ってくれるっていう。教える教える、そのタイミングで、スローの時にね、スローの時に教えるから。わかりました。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。こちらです、どうぞ。ゴール選手ここですね。まあようついてきましたよね、けどこれ反転、うん、入れ替わってもおかしくない場面。一瞬腕使って止めたじゃないですか、相手を。はいはいはい、右手ね。で、なんとかね、ついていったよね。なるんだろう。この時の心の声は、やばい、ターンされた、とにかく体に当たり、顔を開けるなーっていう。これもう一回あるじゃん。はい、とにかく、あ、やばい、反転された、どっかに当たってくれ、顔を開けるなーって。純喜これほんまええやつなんで、こっから見てください、こっから、はい、この後ね、うんうん、この顔は蹴るなぁの後、痛いよねこれは。ああ、大丈夫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 だ、大丈夫だよ、うん、大丈夫大丈夫、何回も大丈夫ってみんなにみんなに何回も大丈夫って報告。誰に聞かれてんの、そんなに。2回目ぐらいまでは最初審判とかに大丈夫って聞かれて、うんうんうん、2回目はベンチのあの上野監督、純喜大丈夫かって、うん、聞こえてたんですけど、純喜も顔蹴られてもてるから、うんうん、いろんなやつに大丈夫って報告せなあかんと思って、チームメイト全員に大丈夫やでって言いに行った結果が、あの6回7回の大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫、うん、もうみんなに教えたいんだね、大丈夫、みんなに俺は大丈夫だよと。今回の MVP 五稜です、ありがとうございます。いや、はいはいはい、お、早いって、はい、まだ序盤だからこれ、次まで見て一応。じゃあ次行ってみましょう、こちら。園田拓磨選手の幻のゴール、これハイライトじゃなかったんですけど、これぞフォワードっていう。オフサイドなったやつ、オフサイドなってしまったんですけど、クロス上がってきて、これシャケさん触ってるんですよ。触ったね、触ってんのに、あの至近距離でボールに反応してゴールに持っていく反射神経、もうさすがだなと思いますね。じゃあ見ていきましょう、こちら。これ園田選手ここにいて、砂森選手からいいクロス上がってきて、シャケさん触って、これ反応する。あー惜しいな。これシャケさん触ってなければオフサイドではないんですけど、触ってなかったらあそこにボールは来てない。そうだね、でもよう反応したよこれ、枠に飛ばすのも難しい嗅覚ですね、フォワードの嗅覚、ほんま嗅覚って感じやんな。これは入んなかったけど今後に期待だよね、こういう感覚って。ゴール前のね、はい、ワンタッチ得意やからね、たくまこういう、まあ、素直はやっぱああいういいクロス上げれるから、ね、そうだね、今後に期待ですね。うん、はい、ありがとうございます。続きまして、前半41分酒本紀之選手酒ターンと、ちょっと一瞬のプレーでやっぱ見逃しがちなんですけど、ディフェンスをされたらめちゃくちゃ嫌なプレー、ほんまになんともないようなプレーやねんけど、一瞬のボディフェイントでディフェンスって結構それで揺さぶられるんですよ。距離があればあるほどレベルの高いプレーやったんちゃうかなって一瞬思いましたね、このプレーは。どうぞ。はい、ここにいます。落ちてきてね、この一瞬のね、うまいね、はい、うまいね、一瞬の踏み替えというかボディフェイントも入れて迎えに行くと見せかけてボールの勢いを確認した後のターンですよね。開いてしまったって顔してる、うん、迎えに行ったからやっぱディフェンスね、狙いに行きますからね。それでボールが多分思ったより強いっていうのもあって、じゃあボールを流してパスに切り替えるっていう一瞬の判断ね、判断力すごいね。今日もサーモン祭りやな。はい、じゃあ次いきます。後半63分、中原修斗選手ヒールパス、これうまかったね。何が起きたかわからんかった最初で、相手選手ももう口が開いてたもんねボールどこ行ったみたいな感じでしたよね。だったし、中原選手もヒールした後もう自分のチームのベンチに帰ってたでしょ、そのまま、うん見ててもらったら分かるんだけど、自分のベンチに満足して帰っちゃうから、気持ちよくてね、もうシャワー浴びに行こうとしてたよねもう一回シャワー浴びに行こうとしてた。これじゃあ見てもらいましょう、こちらです、どうぞ。これ相手のクリア、ルーズボール、じゃあルーズボール、ここにいますね。もうここからよし、出した出したって言ってるやろ相手、この勢いで来てここでいなされたらもうでも満足満足してるわ、これは。でもシャワー行きますね、シャワー。あ、もうシャワー行ってきます。うまいなぁ、これ。これ、すごくない普通に。なんかセンスやんなぁ、こういうのって。
こんなとこでする？普通いやできないでしょ普通ねんよね。うん、しかもやっぱこれ時間かけたらやっぱ追い込まれるもんね。うん、そうキープしたらね。そうほんとそう。おさむちゃんよかったよね今回。つなぎの部分もそうだしすごい存在感を見せてくれたよね。うん、そんな中でやっぱり前半戦特に失点で多かったのっていうクロスなの。クロスっていうところでこの高さのヘンリー君が入ってきてくれたのは、そしてあの危機察知能力の高いヘンリー君、非常にこう鹿児島にとっては大きな存在だなと思って、このクロスの対応っていうのをちょっと見ててほしいんだけど、全部ニアでブロックしてくれるの。いいポジションで弾いてましたよね。なんとなくそこに行って、あ、またヘンリー君当たった触ったみたいな感じ見えるけど、そうそう相手の位置見てちゃんと危ないポジションを消してるんだよね。必然ですからね、あれ相手のマークずっとついてたら相手の後ろに行ってしまうじゃないですか。そうじゃなくて相手のポジションとゴールとキーパーのポジションと味方ディフェンダー見て、相手のクロスを上げる選手の角度とか見てポジションって取るから、そう考えるとやっぱヘンリー君の触ってた回数見るとナイスディフェンスでした。おかえりヘンリージュニア、おかえり。はい、じゃあ行ってみましょう。どうぞ。まず8分、こちらのシーンヘンリー君ここにいます。もう周り見てるもんね、キョロキョロ。あー、これ難しいプレーやけどね、これも。で、首振って相手の位置、それからキーパーの位置、クロスのボールの位置、で、最後処理すると。簡単じゃないよね、こういうクロスね。しかもコーナーにしてないっていうね。そう。これもね。これもそう。ヘンリー君って左利きなの？そうだ、左利きだよ。やっぱそうだよ。そうなんや。いや、持ち方とかうまいな。ね、うまいよね。で最後見てほしいのは、最後コーナーに出ちゃうの。今伊沢がやったように、その時の悔しがり方を見ててほしい。あー、あったねこれ。でもこうコーナーにしちゃったみたいな、あーもうダメだこんなんじゃっていうさ、自分をこう自分に厳しくっていうこの姿勢も大事よね。うん、はい、ありがとうございます。後半アディショナルタイムですね。92分、中原修斗選手、誰か助けてあげて。これはかっちゃん、修斗かわいそうでした。大好きやん、かつシュートばっかりあげてるやん今回。今回かっちゃん3人あげてくれて、3人とも中原修斗選手、目がいくんよね。なんか大好きですね。なんでだろうね。かっちゃんカンフーが好きだからじゃん。あ、カンフー好きだからね俺は。ハッキーチェーン激似ですけどね。この笑顔もそっくりだよね。そっくりやで。はい、ということで、このシーンを誰か助けてあげてほしいっていう、その思い。うん、もう助けてあげて。はい、じゃあ、そんなかっちゃんの思いのこもったシーン、こちらです。どうぞ。あ、罰出てますね、これ。あ、X です、これ。罰じゃない、X。シュートよかね。うん。で、これ倒れちゃって、ね、かっちゃんね。これ、言うんですよ。多分、相当釣ってるよ。言うんですよ。誰か伸ばしてって言うんですけど。あ、伸ばして、誰か伸ばして。でも相手しかいないっていうね、周りに。ね。相手選手も触りようがないから。結構近くにいるよ、味方。味方ね、だいぶいるね。審判も見てるけど、まあどうしようもないしね、審判もこの高さの方もね。まだ誰も伸ばしてないもんね。うん、伸ばしてないだろう。ここでゆっくり村さん登場。ゆっくりじゃない、村さん分かってるから状況大丈夫。でもここでシュートも、あの怒らないシュート切れるから、ほら、後ろ振り返ってるでしょ。あ、お前ら、覚えとけお前ら、俺つって、おいお前だお前、聞いてんのかっていう感じのシーンでしたね。めっちゃ怒ってるやん、シュート。え、田野さん、今のんってシュートチームメイトに、おいお前ら、あと2、3分しかないぞ、集中しろって声じゃないの？今の違うの？いや、多分、お前ら覚えとけよ、お前、俺つって痛いのに伸ばさないからっていう、多分どっちだと、俺はね、そっちに見えてる。いや、多分そっちっすわ。じゃあこれラストおまけということで、33分、大西賞あるある探検隊っていうのは、これあのお笑い芸人の知ってます、西川くんのやつ。相手がシュート外した瞬間よそ見したんすよ。ちょっとテレビからちょっと目離してぼーっとしてたら、番組切り替わったかのようにあるある探検隊出てきたんですよ。ちょっと聞いてほしい。この画面見てなかったら、あ、お笑い番組始まったんや、 M1 始まったんやと思いますよ、これ。あの報道のレギュラーのやつですよ。はい、そのシーンがこちら。大西選手ここにいます。
鹿児島です。そしてここで足元のボールちょっと中に入っていって、最後は岩本がちょっと中に入っていって、最後は岩本がちょっと中に入って、何回リプレイさせる、中に入ってスローになった、中に入って、中に入って。